日の朝今から石川県に行きたいねんけど、電車が運休止止まっているかもしれなくて、ちょっとわからないねんけど、まあ朝結構今早いから、早起きしたから動いといてほしいなって。石川県まで3時間かかる。3時間、どこの県やって、なんか九州ではそれぐらいかかるとこありましたよね。なんか鹿児島宮崎まで行く電車やったな、多分。鹿児島宮崎が3時間ぐらいかかったから、なんかその時ぶりかも、こんな電車長いやつだと。まあ、しっかり寝て、あのメッセージカード書いてやっていきたいなって思ってるかな。昨日寝たのが3時とか3時半とかやねん。4、5、6、もうちょっと寝れた、絶対もうちょっと寝れましたよね。マジ眠いということで、帰ったら軽く昼寝します。4時とか余裕で昼過ぎまで寝れるやん。だから曲とか書きます。私のせいじゃない、これのせい。やばい、もうすぐ倍になる。さて、こっちが探すの。何？全部見てるんでしょ、一応。で、入ってきて、もう絶対ここにあるはずやん、絶対ここに。え、やばくない？はい、何自分のボンボンって歌ったすぎる。鍵隠してて遅刻中。してないです。もう、でも思わない。急いでる時はめっちゃ教え、分かる人が教えるべきだと思いませんか。私そう思います。本当に伝えてください、マネージャーさん、道を教えてあげてくださいと。道教えてくれてたら間に合ってました。嘘です。私が今日ピックをまずなくしてね、ピックがないと大騒ぎした挙句に、じゃあよしてよっていう時に、鍵がどこに置いたか忘れちゃってね。4時半からね、遅刻絶対。うん、本当にやばいぐらい保育園で、家出てどっちの道かも分からへんし、どっちからお店出てどっちから自分が来たのかも分からないタイプやから、10分前行動をしてやっと本タイプの人やから、反省してます。岐阜です。岐阜に行ってから夜名古屋に戻って路上をする。昨日でもさ、ちょっとインスタ伸びてたくない？ちょっとだけ伸びとった。昨日の人はフォローしてくれてた。まあ好きになっていただいたということでいいですかね。
なんか、ぽくない？夢色ヒーローっぽくない？今書いてる曲やねんけど。ちょっとぽくない？窓の外見たけど誰もいなかった。離れして思い出すわ。トラウマ、トラウマです。じゃあやるか。バナーです。岐阜県。綺麗でしょ今日。綺麗ではない、綺麗ではないけど、それは私のせいではない。昨日いただいたチョコビアイスです。ストロベリーチーズケーキです。あれは空がまだ青い夏のこと。あの人との出会いってあまりプレゼントのようなものやなと私は思っててね。こうやって私名古屋初なんでね、本当に踏み入れたことがないから。怖い。なんやろ、私が路上でね、こうやって歌いに来なかったら、多分出会えてなかった人たちやし、こうやって立ち止まってくれてる方々はね、でもこうやって路上でね、聴いててくれる人がおるから、毎日やりがいがあるなと思ってやってきた21日間やから、最後までちょっと走り切りたいなっていう気持ちがあって、そんなやっぱ人との出会い、家族や友達でもあったり、こうやって路上で立ち止まってくれる人を、みんなのおかげで音楽やれてるなっていうふうに思ってるから、そういう感謝の気持ちを込めての一曲に。なります。なんかちょっと大切な人を思いながら聴いてもらえたら嬉しいな。聴いてください、プレゼント。あーで、この曲ダンスもあるから踊ってほしいな。愛してる全てを抱きしめたい、君を離さない、ずっとあっときめく気持ち強くなる、この胸がはしゃぐ幸せ、オレンジ色に染まりゆく優しく